お疲れ様。なかなかいい活躍だったわね。あのね、まっちゃん、音の木七不思議って言って、この学校にも一応怖い階段あるの知ってる？何それ？そりゃ夏といえば階段話はつきものだけど、学校に七不思議なんて、それってあんまりベタすぎない？そんなことないよ。結構これがよくできてる。その1、真夜中、学校の裏山の古井戸に水が張る時刻あり、そこに顔を映すと、水面に焼けただれたあなたの顔が。ああ怖いよ、のぞみちゃん。ああ、ごめん、ちょっとやりすぎたかな。のぞみちゃん、何それ？もしかして音泣きに幽霊が出るの？怖がってるでしょ。二人ともいい加減にしなさいよ。だいたいそんな話嘘に決まってるのに。ねえねえ、のぞみん、ってことはさ、このその3のところにある音楽室でピアノを弾くお化けっていうのも本当なの？もちろん。それってもしかしてオリジナル曲かな？もしその曲をゲットできたら幻の名曲ってことで、ネットで超話題曲になるんじゃ。いつか本当にウェディングドレスを着られたらいいな。もうだからって、なんでこの私がこんな夜中にわざわざお化けが出るっていう噂の音楽室に行かなきゃならないのよ。だってその幽霊さんにマキちゃんだって会いたいでしょ？会いたくない。それにもし本当にそのお化けが出てきてピアノ弾いてくれても、ニコじゃ財布とかできないし、できるのマキちゃんだけじゃない？それで私を誘ったわけ？そのお化けに会ったら一週間後に高熱が出るっていうのに。マキちゃん信じてるんだ。何よ、バカ言わないで。信じてるわけないでしょ。あんなインチキ臭い話。だいたい七不思議に音楽室ネタなんて定番中の定番じゃない。きっとどっかから流れてきた適当なデマに決まってるわ。なんだ、ならいいじゃん。でももし本当だったらすごいよ。ニコ、絶対その曲ゲットして帰る。ニコ、それでネットにアップしてミューズの話題作りに使うんだ。みんな怖い話大好きだから、絶対ものすごい再生数になるよ。ああ、もうやってられないわ。そうだ、ニコちゃん。私ちょっと用事思い出したの。だから今日はこの辺で。あ、マキちゃんも？よかった。ニコもなの。ニコちゃんも？って一体どういうこと？実は、ニコもさっきからずっとトイレ我慢してたんだ。そんなら、一緒に行こう。二人なら、トイレの花子さんも怖くない。ちょっとやだ。待って。私は別にトイレなんか行きたくないし、トイレの花子さんなんか、絶対に嫌なんだからね。ストーリーを選んでくれるかしら。ねえ、ニコちゃん。ちゃんと中にいるわよね。絶対に一人でどっかに行っちゃったりしないでよ。いるいる、いるニコよ。っていうか、ニコは個室で、マキちゃんは出入り口のところにいるんだから、見逃すわけないニコ。そうよね。でもこの、お手洗いの洗面台のあたりで待ってるとどうも。どうしたニコ？お化け。と思ったら、鏡に映った私だった。マキちゃん、怖がりすぎニコ。もう少し落ち着いて。ねえ。ニコちゃん、やっぱりもうそろそろ。もう、マキちゃんってば、せっかちすぎニコ。そんなにせかされても困るニコ。ごめん、でも、ニコちゃん？だからもうちょっと
と待って、デバー。はい。いつか本当にウェディングドレスを着られたらいい。ああ、もう。でもどうしよう。こうして待ってるとなんだかだんだん怖くなってきて。信じてないけど。別に全然のぞみちゃんの七不思議なんて信じてないけど。あれ？何か聞こえる？音楽室の方？サティみたいに清らかで、でもどこか不安を誘うようなピアノの音。やだ、どうしよう。のぞみちゃんが言ってた七不思議その3。夜の音楽室に現れるピアノを弾く女の子のお化け。その音色に引き寄せられ目が合うと一週間以内に。ダメ、バカ、嫌い嫌い嫌いよ。ママ、パパ、誰か助けて。私、お化けなんて大嫌い。泣きながらいっぱい走って、走って走って走って。あ、校舎を出て校庭の真ん中までたどり着いたとき気がついた。どうしよう、ニコちゃん、置いてきちゃった。生徒会長って大変そうに見えるでしょ？お化け怖い。気持ちはマックスだったけど。でもやっぱり、ニコちゃんを置いてきちゃったことの方が怖くなって。ダメだわ、私。校舎に戻らなくちゃ。ニコちゃん、どこ？ごめん、ニコちゃん。どうかお化けに食べられちゃったりしないで。すると、その入り口のところに涙で両頬をベソベソに濡らしているニコちゃん、発見。ごめん、ニコちゃん大丈夫？泣いてる、の？あんな怖いとこに一人で置いてくなんてひどい！ほんとごめん。私ピアノの音が聞こえたような気がしたのと、ニコちゃんあんまりお化け怖くないみたいだったから。そんなの、マキちゃんと一緒なら怖くないけど、一人になったら話は別だもん。ニコちゃん、もうニコ転んで膝すりむいちゃったから痛くて歩けない。じゃあ一緒に帰る？手を貸して。うん。まだ少しだけベソかき顔のニコちゃんがギュッて握った手はいつまでもいつまでも離れなくて、そのままずっと一緒に歩いた夜の帰り道、小学生みたいな泣いたニコちゃんの横顔を見ていたら、なんだかお化けも夜の校舎もちっとも怖くなくなったのが、この日の私の七不思議だったかな。きっとニコちゃんの言う通り、一人と二人じゃ話は別なのよね。ストーリーを選んでくれるかしら。